初回戦闘で、中前打18個目の二刀、先制聖艦タイガースエンゼルス、日本時間18日でトロイトエンゼルスの大谷、翔平投手は17日、日本時間18日、敵地、タイガース戦で、1番、指名打者で、先発出場した。初回の第1打席で、中前打を放ち、2試合ぶりアンダをマークした。 その後、二刀から選手点となるホームを踏んだ。八試合連続一番スタメン。右腕、マイズの初球を中前へ打ち返した。打球速度99。9マイル、約160。8キロの強烈なライナーだった。一塁ベース上では、レジェンドカブレラと談笑する場面があった。 続くフレッチャーの打席で、今季18個目の盗塁となる2投をマークした。同日市一。二塁から、マーシュの中前打で、選手点となるホームへ駆け抜けた。試合前まで、両リーグ最多39本塁打。三試合ぶりの一発で、両リーグ最速4十号到達に期待がかかる。前日16日、同17日の敵地。 ヤンキース戦では、一番、指名打者で、先発出場。四打数無安打に三振に終わり。連続試合安打は、六で止まった。長期ロードで、初の快音を飛ばした。大谷翔平。いたずら被害に、満面の笑みうれヒットで出塁もカブレラに再び、ファン、ほっこり、カブレラ。 カブレラ相変わらず、エンゼルスの大谷翔平投手が、タイガース戦に、1番 DH で、先発出場。第1打席の初球をいきなりセンター前に運び、2試合ぶりの、ヒットを放った。1塁上では、2012年に三冠王を獲得した、タイガースのミゲル・カブレラにいたずらをされる場面もあり、 カブレラ何しと、に笑い、どんな会話してるんだろうとファンを沸かせている。前日のヤンキース戦は4打数ノーヒットに終わり。連続試合安打が、6で途切れてしまった、大谷翔平。しかしこの日は、プレイボール直後に、タイガースの先発、マイズの初球を強く叩き。痛烈なピッチャー返しで、早速、センター前ヒットを記録した。 すると、タイガースのファーストを守るカブレラが、一塁に到達した、大谷翔平の走塁用の手袋を、ポケットからこっそり引き抜くといういたずらを仕掛ける。かつては三冠王や二度のシーズン MVP に輝き、通算500号本塁打にリーチをかけているレジェンドの、お茶目な行為に、大谷翔平も思わずにっこり。直後には、 楽しげに談笑する場面もあり。メジャーを代表するスター選手も規格外の活躍を見せる大谷翔平に興味津々であることが伺えた。カブレラは以前も大谷翔平に対していたずらを仕掛けたことが話題を呼んでおり。ファンからはほっこり、カブレラ、カブレラ相変わらずなどの声も多数寄せられた。大谷翔平。 照れ笑いに、ファンほっこり盗塁成功も早すぎて、あわや、ベースオーバーに、足が長くて助かったエンゼルスの大谷翔平投手が、1番、TH で、先発出場し、初回の第1打席に、センター前ヒットを放った。直後には、今季18個目の盗塁に成功。全力疾走の勢い余って派手に体を投げ出す、姿に、 元気やなあ W、転げ回ってて、草といった反響が寄せられた。大谷翔平は、プレイボール直後に、タイガースの先発ウワン、マイズが投じた初球を通列に弾き返し、早速2試合ぶりの安打を記録。さらに続くフレッチャーの打席の2球目、リードオフマンらしく貪欲に盗塁を狙って、スタートを切った。 キャッチャーから鋭いボールが二塁に送られるも、大谷翔平はかろうじて、タッチをかいくぐって、セーフの判定。激走の勢い余って、スライディングはやや、オーバーベース気味になるも、体を投げ出しながら、左足をベースに残す、柔軟性の高さを見せた。リプレイ映像ではわずかにスタートが遅れており、 なんとかセーフになろうと焦る気持ちが突っ込み気味のスライディングの要因になったようだ。豪快な動きで決めた今シーズン18個目の盗塁に、類上の大谷翔平も思わず苦笑い。ファンからは、危ない笑い、元気やなは W、転げ回ってて草、楽しそう、絶対にルイクマン、50から20いける、足が長くて助かったといったコメントが続々と、 寄せられた。なお大谷翔平の盗塁でチャンスを広げたエンゼルスは、5番マーシュのタイムリーヒットで1点を先制。2回にも死球で出塁した大谷翔平は、果敢にマルチ盗塁を狙うも微妙な判定でアウトになっている。なお大谷翔平の第2打席は死球。第3打席は1頃。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。